はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数関数対数関数の最大値最小値丸2をお送りします。で、前回からね、これの指数関数対数関数最大最小ね、問題やってきてますけど、これで終了です。まあこの2本でね。で、今回も前回と同じように2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず指数関数の方から1番からね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、特に指数関数の方なんですけど、これね、もう前回とほぼ変わらないです。ちょっとだけ出題の仕方を変えただけなので、まあやることあんま変わらないんですけど、まず1番は y イコール4の x 乗マイナス2の x プラス1乗となっている。これの最小値だね。で、前回も置き換え使いましたけど、今回も置き換えです。で、4と2を使ってますけど、ここは2の x 乗。まあ、前回と同じだね。これを t と置いてやっていきます。で、理由は後ほど。で、これも前回同様、指数を置き換えているので t は正になります。0より大きいと。で、こう置くことで、これがどう変わるか。で、これを先書いてみましょう。y イコール。まず4の x 乗、これ t の2乗になります。マイナス2の x プラス1乗、これマイナス 2t になります。で、これができるかどうかです、もう今回は。で、なんでこうなるかっていうと、まず4の x 乗です。4は2の2乗なので2の2乗の x 乗です。で、ここ入れ替えることができるので2の x 乗の2乗、まあ前回と同じなんだけど、こうなるから、ここ t、つまり t の2乗と置き換えられる。1個目はね。で、次、マイナス2だ。これマイナス2か。2の x プラス1乗なんですけど、これは、ここが x プラス1乗です。で、これっていうのは、2の x 乗かける2の1乗と分解できます。これって掛け算だからね。ここ掛け算になってるときは、ここ、肩についてる数字足すことができると。で、考えると2の x 乗、これ t です。 t かける2なので 2t になると。いいかな。まあ、今回のポイントはここです。まあこれね、前も出てきてるけどね、このやり方ね。で、置き換えができたら、あとはもうね、平方完成やるだけなので、 t マイナス1の2乗引く1と。で、一応ね、まあ、グラフちょっと書いていきましょうということで、これ本当書かなくていいからね、頭の中で全然できるぐらいなんと思うんだけど、一応1のマイナス1なので、まあ、ここが1のマイナス1で、原点が通るからよいしょ、まあこんな感じかね。で、 t が0より大きいので、よいしょ、ここが白丸で大きい、この部分全部使えますと。で、最小値求めたいから、やっぱりこう頂点部分使いますということで、 t イコール1、これも前回と同じだね。つまり x イコールほにゃららの時に最小値がマイナス1か、マイナス1になりますよって。で、 t が1、つまりここに1を入れると2の x 乗イコール1になります。で、これを解くとx は0だね。つまり x が0の時、最小値マイナス1になると。いいかな。指数何乗した時に1になるのは0乗だからね、必ずね。で、次なんですけどね、対数関数、これが前回と全く違うタイプの出題の方法になります。で、まず x の辺が決められてます。1以上27以下です。で、ここにおいて関数 y イコールカッコログ 3x の2乗マイナスログ 3x の4乗のマイナス3、これの最大最小、こっち両方ね、求めに行くと。で、前回のね、言ったように、まあログ使ってたら進数条件が一番最初に来ます。で、今回進数 x だけなので、 x は0より大きいってなるんだけど、もともとこれ決まってんだよね、ここにね。で、0より大きいって範囲を足してもこれ揺るがないので、結構これだからさ、ちょっとあえて書かないです、ここは。いい。本当はね、書いた方がいいんでしょうけど、多分、板書がちょっと入んなくなってしまうので、ごめんね。
で、どうするかっていうと、前回はログ3で、カッコの中に x じゃねえや、2x-x2 乗か。あれが入ってて、そこの部分だけをこう取り上げると。で、最大の時って考えたんですけど、これはログ3x、ログ3x で使ってるので、これ置き換えできます。つまり、ログ3の x、これを t とかって置いていくんです。で、さっきと同じで置き換えた時に範囲が発生する。ここがポイントです、今回。で、この範囲、どう考えるかっていうと、やっぱりここです。今、ログ3の x を置き換えてるので、ログ3の x、t が1より大きいから、こうなる。こっちか。こういう感じ。いいね。こういう感じになるから、結局、x が1の時、一番小さい時に一番小っちゃくなるし、x が一番大きい時に一番大きくなります。グラフから考えてもね。だから、1と27をここに入れるんです。例えば、1を入れると、ログ3の1、つまり0です。で、27入れると、ログ3の27、これ3になります。27が3の3乗だからね。つまり、0から3ってこうわかるの。t は。もともと決まってる x のこの範囲を入れて、この数字をね、入れて t の範囲を決めてください。ここがすごく大事です。で、あとは置き換えるのは簡単。これはね。y イコール、ここもろに t 入れればいいから、t の2乗。で、ここはマイナス 4t になります。で、なぜかっていうと、肩についてる4乗は前に出てくる。で、4ログ3の x になる。だからログ3の xt って置き換えれば 4t になると。で、マイナス3。で、あとは平方完成して、2乗マイナス7となります。で、今回は最大最小、両方なのでグラフきちんと書いて勝負していきましょう。で、2のマイナス7、結構深めですな。ちょっと軸上めに書こうか。t と y なので、こっちが y で、こっちが t だね。で、2のマイナス7。ちょっとまあこの辺にしとこうか。2でしょ？で、マイナス7。y 切片マイナス3なので、ちょっと緩かったな。まあいいか。まあこうマイナス3、まあいいね。で、こうなってて、で、今 t が0から3なんです。使っていいのが。だから、0から3って考えてもこの辺にしとこうか。だから、こことここ。よいしょ、こういう感じですね。で、まあ軸が2なんで、0の方が絶対高くなるよね。離れてるから。3の方が近くなっちゃうから。最大はここで取ります。で、最小は頂点のここで取る。ってのがわかるね。つまり、あとは答え書くだけです。ここからは。まず1個目。t イコール、こっちがいこうか。t イコール0。で、これは指数の時と同じで、t ではなくて x を書きます。ちゃんと。だから t イコール0、つまり x イコールほにゃららの時、俺すっげえ今汗が吹き出してるな、ごめんね、これ背中押したら気持ち悪いね、申し訳ない。最大値が当然ここがマイナス3だよね。だから最大値マイナス3となります。で、 t が0、この後 x どう出すかっていうと、ここと同じです。 t が0、ログ3ほにゃららが0になるときは、x が1だよね。ログの値が0になるのは、進数が1のときだけです。だから、x イコール1のとき、最大値マイナス3になります。で、これも、基本的にここだけで十分なはず。こうやってね。で、もう一個。最小値がこっちだね。t イコール2。つまり、x イコール、ほにゃららの時に最小値、ここマイナス7か、マイナス7となります。で、 t が2、これ下が、あ、入るね。じゃあこの部分、ログ3の x で t が2だから、こっちが2なんで、これ解けばいいんだよね。で、まあこれちゃんと解くんだったら、まあやり方いろいろあると思うけど、あれか、指数の変え方で言っちゃえばx イコール3の2乗だもんね。つまり、x が9の時、最小値マイナス7で、必要なのは多分この部分だけですね。よいしょ。こんな感じで、ぜひ解いてみてください。
でもちろんまだバリエーションいろいろあるんですけど、まあ対数関数に関しては前回のパターンと今回のパターンを分けて覚えておくといいです。全くやり方が違うので。いいかな？では、今回は高校数学数2の指数関数、対数関数の最大値、最小値、丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、常用対数かながね、ちょっと始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。